コンラート・ゲスナー。コンラート・ゲスナーは、スイスの博物学者、書史学者、医学、神学をはじめとする、あらゆる知識、古典語を含めた多言語に通じ、業績を上げた赤学である。著書、動物史、前後巻は、近代動物学の先駆けとされる。植物学にもたけ、岩タバコ科の名称はゲスナーにちなむ。また、書史学の基礎を築いたとされる。世界書史を表し、書史学の父と呼ばれる。世界的な博物学者である、南方熊楠はゲスナーに感銘を受け、北米時代の日記に、我欲しくは、日本のゲスネルとならんと記している。他のアルファベット表記として、コンラート・ゲスナー、コンラッド・ゲスナー、コンラッド・ゲスナー、コンラッド・フォン・ゲスナー、コンラッドス・ゲズナースなどがある。毛皮工職人の子として、チューリッヒで生まれ育つ。当地は宗教改革の指導者ツビングリが活動した都市で、ゲスナーは幼少からその影響を受け、生涯プロテスタントの信仰を保った。1531年の第二次カッペル戦争で父親を亡くし、貧血に陥ったが、聖母教会での恩師オズバルト・ミューコニウスやハインリヒ・ブリンガーから援助を受けて、1532年から翌1533年にかけて、ストラスブール大学やブールジュ大学で学んだ。1535年、プロテスタント迫害を逃れて、チューリッヒに帰郷し、不幸な結婚をした。妻は病気がちで、子供に恵まれなかったとだけ伝えられている。1536年ミュコニウスから再び援助を受けて、バーゼルへ留学した。1537年ローザンヌのアカデミーで、ギリシア語教授に就任。自然科学とりわけ植物学の研究に没頭する時間を得た。1540年には教授を辞職し、世に名高いモンペリエ大学医学部に学び、1541年、バーゼルで医学博士号を取得。以降チューリッヒ大学で哲学、数学、自然科学、倫理学を講義する傍ら研究生活に入った。数回の外遊と故郷での植生調査を除いて、終生そこで過ごした。1564年腺ペストが流行し、C として前線で治療に当たったが、自身も1565年にペストに倒れ、チューリッヒの大聖堂の回廊に埋葬された。1978年発行の50フラン紙幣にゲスナーの肖像が使われている。植物史に描かれたイチゴ、動物史に描かれたサイ存命虫は、植物学者として著名で、生前刊行された植物学書には、ラテン語、ギリシア語、ドイツ語、フランス語による植物名目録、Catalogus plantarumなどがある。本格的な植物史は、自ら約1500の図を描いた大著だが、没後かなり経った1751から1771年に刊行された。植物名について、古典語と当時の言語とを比較対象するうち、文献学や言語学に関心を抱いた。1545年、ギリシアラテン語辞典を編纂し、その10年後の1555年に表したミトリダテスでは、55種の言語間の関係を研究し、比較言語学的な言語論を展開した。1545年に上梓した世界書史、ビブリオシーカ・ウナバーサーリスは、約3000名の著者によるギリシア語、ラテン語、ヘブライ語の文献約12000章を収録した大冊である。ビブリオシーカという語を初めて書史の意味で用いた点や序文で調査箇所と参考文献を示した点、著者を従来の編年順ではなく名前順に配列した点、漢本の出版事項、版形、破数などを記述した点で画期的な書史であり、近代書史学の原点とされる。1548年には、世界書史に収録した書物の体系的、分類目録として、続巻、1万有総覧あるいは1万有分類21巻を発行した。学問全体を、教養の学、プロパレンツと実態の学、サブシュタンショルズとに大別し、前者を必修と選択という13分野に分け、後者を、物理、形而上学、倫理、経済、政治、法律、医学、神学の8分野に分け、合計21に分類した。第20巻医学は、生前ついに刊行されず、これらの書誌編纂の仕事は、吉井康次村に引き継がれた。動物誌、エストリア・ニーマリーム前後巻は、フォリオ版で1551から1558年に、チューリヒで刊行され、近代動物学の講師とされる。4500ページにわたって、動物名をアルファベット順に配列している。科学に関心のない者からすれば、ゲスナーは愛山家として有名だった。その豊富な登山歴には、無論植生調査の一環としての登山も含まれていたが、多くは純粋に楽しむ登山だった。なお、ゲスナーは屋外での筆記やデッサンのため、細い木の筒の先端に黒鉛を詰めて、ペンとインク代わりに使用していたが、それは鉛筆の原型であると言われている。ゲスナーは植物の学名で命名者を示す場合に、コンラート・ゲスナーを示すのに使われる。ありがとうございます。